ディオナ様、私今回も氷の眷属にふさわしい場は女を見つけてまいりました。教会のシスターのロサリアというバーバ女です。肌の色が青白く、まるでヴァンパイアのような女ですが、ディオナ様の氷の眷属にふさわしい女かと存じます。さあディオナ様、受肉の儀式の準備を。いえいえ、シュブニグラス、千匹の子をはらみしい森の黒ヤギを、ニャルシターニャルガシャンナ、ニャルシターニャルガシャンナ、エムラクナルライクラブライカブラシャニー、いえいえシュブニグラス、エムラクナルライクラブスープラムフーダオラセーラスグイ。ああ、時は満ちた。降り立つ風には壁を、四方の門は閉じ、王冠より入れ、王国に至るサンサロは循環す。満たせ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 、パイモン、あれを出せ、あれを出せ。見つけたぞロサリア、貴様だ。私ではない、ディオナ様が貴様を欲しているのだ。石はある、無料の石もある、十分だ。ナナ様、うー、一体いつ私のところへ来てくださるのですか。武器はいらん、引くぞ。頼むぞ、私のお小遣いには限りがあるのだ。来い氷の眷属よ。あああ、いいのだこれで。奴はスター4、5スターの女ではない。まだ私は諦めない。限りなく絶望的な低確率の中でも。あ、え？あ、出ちゃった、出ちゃった。え？どうすんだよ、どうすんだよ、一発で出てきちゃって。空気読めっつってんの。一発で出てくるところじゃないでしょって。これだからババアはどうでもいいキャラの時に限ってすぐ来るんだよな。ちくしょう、こんなところでこんな運を使いたくなかった。この運をナナ様に捧げたかったのに。どうだ、どうだろう、誰だ、いた。また新しい仕事？頼みませんけどね。ほうほう。10年時を遡り出直してこい。もしくは幼い頃に転生してもらう。同時に喋るんじゃないよ。ここまでなの。このままじゃ終われねえよな。そうだろう、パイモン、あれを出せい。今日こそお迎えに行くぞ、ナナ様。あ、今日こそお迎えに上がります。あなたの受肉を果たすべく、金で錬金した石を捧げます。届け我が思い、我が願い、ナナ様に。あ、もうやだ。本当にガチャっていう文化良くないと思います。1万円出します、いや2万円、いや3万出します。ナナ様を
お金で買わせてください。武器はいらねえんだよ。武器はいらねえ。なんだあいつは。あの、栄養キス様でしょうか。こんにちは。あれ、誰か呼んでるみたいだぞ。行ってみようぜ。私を待ち伏せしていたな、貴様。何者だ。やっと会えました、栄養キス様。私はノエル、セピロス騎士団のメイドです。知っとるわ。セピロス騎士団にメイドがいたの。ごめんなさい、私はまだ正式なセピロス騎士ではありません。違うか。早くこの鎧に見合う騎士になるため、メイドの身分で騎士団で騎士修行をしています。ナイトトレーニング。はい、まだ騎士選抜を通過できておらず、本物のセピロス騎士になるために先輩方からご指導を受けております。アンバー様からウサギ伯爵の作り方を学んだり、ガイア様からいろいろな任務を引き受けたり。ウサギ伯爵の作り方は学ばなくてもいいと思うんだから。騎士様にもご指導を受けました。あ、神団長に反省室に送られましたがクレー様のことか。実はかねてよりずっと栄誉騎士様のご指導を受けたかったのです。私の。しかしお邪魔になるかと思い声をかけられずにいました。私は忙しいのだ。街を歩くあなた様を何度も見かけたのですが、様、街で視線を感じていたのは貴様だったのか。今日は騎士団での掃除が終わり修行に行こうかと。もしお前はお邪魔でなければご指導をいただけませんでしょうか。何の指導だ。夜の指導でもしてやろうか。え、これって選択肢で何か変わったりするの。内容分かった。何から修行する。先輩のあなた様の意見が聞きたいです。メイドとしての仕事と騎士になるための鍛錬。貴様はメイドなのか騎士なのか、どちらもはっきりさせい。まずはそこからだ。しかし修行の進捗が思うようにいかないのです。メイドとしての仕事。はい、掃除や修繕といった普通の仕事です。どっちなんだお前は。騎士団の大掃除をしています。お前は何者なのだ。ベッドの底や窓の隅まで細かいところには埃もたまりやすいので。それは騎士の仕事ではないぞ。生活方面のこともガイア様のために眼帯を用意したり。それはいい心がけだ。リサ様の本棚を整理したり。忙しい毎日ですが、それでも何か足りないと思うんです。それはやってることがまるで奴隷ではないか。足りないのは力。力こそすべて。力ですか。そうだ。しかし力が欲しいか。私力はそこそこあるはずですが。なんだと。前にブルース様が酔っ払った時も騎士団まで背負って運びましたし、華奢な体で図書館が新調した本棚も私一人で清泉町から運びました。貴様の短い人生の中で一番重たいものといったら本ぐらいだろうな。力持ちだって褒められたこともあります。ではその力を見せてもらおうか。はい、貴様の言う力とやらをな。しかし訓練とはいえ栄誉騎士様に剣を向けるなど。おいおい、私に剣を向けるな。私の覇気でお前が死んでしまうぞ。そこにある訓練場には訓練用の杭があるはずです。まさかあれか、あのクソめんどくさいやつか。まさかな。え、ここでもやるの。あれ、やっぱこれかよ。ノエルだった。まだこれ難しいんじゃないの。ちょっと参ります。はあ、ムン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 。あ、終わった。え、あれなんか楽勝だったぞ。よし、掃除完了。なかなかやるではないか。あ、ありがとうございます。しかし私は力以外に自慢できるところがありません。騎士様たちとの訓練試合の時もどうやって動けばいいのか分からなくて、剣を振るう力は相手より強いはずなのに最後はいつも負けてしまうんです。何が足りないか教えてやろうか。騎士選抜を通過できなくて。貴様には殺意が足りない。人を殺す思いで剣を振るってみよう。殺意だっつってんだろう。え、まだ殺意が足りないからだ。え、まだ足りない。
パ？殺意がな。いえ、人を殺すという思いがお前を強くする。それ教えてください。栄誉騎士様は普段どうやって鍛錬しているのでしょうか？ちょっと待って、私はな、毎日片手剣で大陸中を採掘しているのだ。そんなバカな、ですか、そんな修行があるかよ。なるほど。いや、ちょっと待って、選択肢が一つしかなかったんだよ。探す脚力、そして周りの魔物を退治する力。採掘なんて寝ぼけた修行で強くなれるわけねえだろうが。方法だったのですね。試してみます。採掘は奥が深いぞ。大丈夫です、任せてください。ふざけるなよ。おい、なんだよこの選択肢は。本当に採掘するのかよ。おいおい、本当に採掘するのかよ。ここにしよう。おいおい、本当に採掘すんのか。片付けようぜ。必要な方がいるはずです。また魔物か。ん、しかもザコメ。ふっ、すごい相手ですね。はあ、むんむんエクスカリバー。え、これは私のせいでしょうか。おっと、ちょっと暴れすぎたかな。偶然だろう。ねえパイモン、偶然だよね。騎士が一人いるぞ。状況を聞いてみよう。エクスカリバー放っただけで、こんな、まさか。目撃者は消す。この落石、明らかに異常だわ。なんでしょうね、この落石。あら、ノエル、それに栄誉騎士も。私も言います。あの、どこかお怪我は？安心して、私は無事。さっき見回りをした時、ちょうどこの地帯を避けて通ったの。最近この一帯で落石がよく起きてるけど、何か心当たりはある？全くありませんね。ええ、それもそうよね。ば、採掘が続けられるのですか？その通りだけど、こんなに大規模な落石、やっぱり騎士団に報告した方が。自分はそうは思いません。私にお任せください。一人で解決してみせます。ん？壊せってことか。はあ、ねん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 。気をつけ。どいつは、あそこに、まさか、貴様が、ヒルチャーの王がいる。この落石の元凶だな。ふっ、束ねるは星の息吹、輝ける命の本流、受けるがいい。エクスカリバー、エクスカリバー、カリバー、カリバー、カリバー。完了。イラスト、メイド大地に。読めません。え、これで終わり？え、デートじゃねえの？え、誰だデートクエストっつったのは。え、これで終わり？え、これで終わり？ん？え、ちょっと待って、達成したエンディング1/6？なんじゃこりゃ。おい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 、勘弁してくれ。おい、なんじゃこりゃ。これいいのかな。え、まだ何、6つエンディング。そういうことかよ、選択肢でエンディング変わっていくのか。これなんだ。あ、これまたペット、ペットじゃねえ。これ欲しいな、これ欲しいな。もし、あ、次上にこれ選んでみよう。それが騎士になる必要ない。先輩としてのアドバイスですか？そうだ。ですので、本物のセピロス騎士になるために人々を助けられる力が欲しいのです。ならば、メイドは素晴らしい。私もメイドになりたい。そんなんご冗談を。私もみんなの手助けをしている。私はメイドのようなものだ。風魔竜のような強敵だけを対象にしているのかと。小さなことから得られる経験は、ん、下の方がいいかこれ。強敵に立ち向かう力になる。あ、確かに。そうだろう。そういえば、いつも栄誉騎士様をモンド城で見かけるときは忙しそうにしていますね。私は常に世のため、人のために行動しているからな。皆様の手助けをしていたのですか？そうだ。どんな些細なことも修行だと思えばいい。はい、では
モンド城に戻って本日の修行を始めます。断る。あなた様が言ったようにこれからは人々を手助けする些細なことも修行だと考えるようにします。うむ。そう考えると普段よりもやる気が出てきますね。そうだな。うわ、眩しい。どうしたパイモン。なんだかノエルから依頼をくださいっていうオーラが出てるぞ。ただ気をつけるのだノエル。人助けを修行と捉えてもそれを義務とは思うな。義務を感じながら人助けをしたところでそれは貴様の善意の押し付けとなる。夢忘れるな。俺が喋ってんだろうが。誰だ出てこい。今すぐお伺いします。話の腰を折り休めしねえ。なんだ貴様は。私が弟子に教えを説いているというのに。深呼吸を。黙れ小僧。私はノエルと申します。もう大丈夫です。モンド城では見かけないお顔ですが、どちらからいらしたのでしょうか。確かに見ない顔だな。ありがとうございます。おいおい、誰の許可を得て喋っている。誰が喋っていいと言った。貴様に喋る権利はない。私はただのメイドですが、お客様をモンドに送るくらいのことはできます。モンドまで。おい、誰が喋っていいと言った。お待ちください。各地を転々とする商人とおっしゃりましたが、荷物はどこにあるのでしょうか。商人なの。安心してください。どれほど多くとも全部私が運びますので。荷物。あ、そうでした。おい、なんか怪しいぞこいつ。れた時に道に落として。貴様何を隠している。あの魔物は凶暴です。通常の3倍だと。心配しないでください。貴様シャアのようなことを言うな。私たちモンド城の栄誉騎士様です。彼女ならば栄誉騎士です。どのような魔物であろうと倒してくれます。栄誉騎士。 あなたはセピロス。どこでそのシャアのような魔物を見た。 あまり覚えてなくて。おい、なんか怪しいぞこいつ。少し前にあった若い。すぐ行ってくる。ちょっと待ってください。胸が。なんだこいつは。胸に痛みが。走りすぎだ。こいつ胸が痛いのですか。私が支えますのでゆっくりと横になって。おい、ノエル待て。なんかこいつおかしいぞ。姿勢のままでお願いします。すぐに検査だと。先輩すみません。私はここでお客様の容態を見ますので魔物の方をお願いします。おい、ノエルよ。凶暴とのことですので。なぜ私がそのようなことをしなければならない。ください。殺せ。直ちに殺せ。疑わしきは処刑する。全部どっかー。反省しろ酔っ払い。こいつめ、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 うれ。おかしいな。大きな魔物がいたけど。なあパイモン、おかしいな。うわ、出た。どこだ。こいつらか。おーちゃー、おーちゃー、おーちゃー、わだ、わだ。おわちゃー。おー、領域展開炎天エターナル夏休み。なんでまだ生きてんだ。空気読めバカ程度のか。結局ただのスライムか。結局ただのスライムじゃねえか。なかったな。場所を間違えたんじゃないか。まさかこれは奴の罠だ。まずい、ノエルが危ない。どうやら罠ではなかったようだな。さすが先輩です。えめよもやよもやだ。ありましたか。荷物。そんなものなかったな。多分魔物に。エアロイスよ。どういうことか説明してみろ。どこかお怪我はありませんか。通常の3倍の速度で動くモンスターなんかいなかったぞ。私はその飛び跳ねれば3倍の。あ、いや3倍なのか2倍なのかどっちでもいいじゃないですか。どうしてそんな目で見るんですか。たとえスライムだったとしても私は叶いませんよ。もやしめ。どうしましょう。商人ですからこんなこともあるかと。どうやら今回は運が悪かったようです。また今度改めて。おっと、逃がさないよ。申し訳ございません。この状況ですとセピロス騎士団に行って落とし物の登録をしていただく必要があります。よし、ノエルよ。こいつを逃がすなよ。セピロス騎士団は
全力であなたの落とし物を探してまいります。全力で探します。え、あ、いやセピロ好き、私たちに任せてください。そんな、皆さんにご迷惑を。そんなことありません。迷惑だなんて、そんな。逃さねえぞ貴様は。モンドにいらした客人をもてなすのはセピロス騎士団の責務でありますので、客人をもてなすのが我々の任務です。きちんと務めてまいります。もしくは良い心がけだ。騎士団に行きたくない理由でもあるのでしょうか。客人を疑うな。あ、いえ、な、決して。アロイス、ありません。ノエル、ちょっと、はい、どうしましたか。こいつは信用できない。はい、すぐに殺せ。実は私も気づいていました。さすが私の弟子。しかし、すでに気づいていたか。証拠がないのに早々に疑ってしまうのもどうか。そんなものは必要ない。こちらのお方がモンド城の近くで助けを求めていたのならモンドの客人と言えます。ノエルよ、だから貴様は甘いのだ。私は責務を全うするまでです。一理もクソもあるか。はい、ご理解ありがとうございます。甘いぞノエル。何を相談してたんですか。貴様をどう殺そうか相談していたのだ。もう話は終わりました。まあ、これから詳しい話はモンドで聞こうか。ドン。栄誉騎士にノエルさん。後ろの方は、あ、こいつか。私はアルイス。明朝モンドの広場で処刑する男だ。あ、客人でしたか。ギロチンです。歓迎いたします。お手数ですが、あなたの身分とこちらに来た目的を教えてください。私はモンドからリーウェイへ酒を仕入れに。そうでしたか。しかし荷物足らないようですが。むちゃくちゃ疑われてるじゃないか。モンドを訪れる酒商人リストにも名前が載ってないみたいですけど。それはどういうことだ。初めてモンドに来たからです。これを機にリストに載るはずです。苦しいな、言い訳が。ではリーウェイ総務士から発行された証明書を提示してください。身分を確認する必要があります。証明書を出してみよう。そんなものがあったのか。そうでした。荷物の中に置いてきてしまったんです。もう殺せこいつを早く。すみません。殺せ。と、騎士団ガイド第10条によりますと、外国からの見知らぬ客人が来た場合、慎重に対応する必要が。しかし、ガイド第2条には、客人には失礼がないよう対応するとも載っていたはずですよね。しかし騎士団ガイド第666条、疑わしきはギロチンに処するとも書いてあるぞ。書かれてないですね。あ、私が見張っている。問題ない。あなたがいれば問題はなさそうですね。だろ。はい、なんたってあの風魔竜からモンド城を守ってくれた栄誉騎士様なのですから。まあな、今お前たちがこうして生きているのも私のおかげということだ。風魔竜。そうだ、お前の何千倍も大きいぞ。それはそれは。ではこの方がモンドにいる間はお二方我に任せよ。エンジェルズシアか。この気だるにはありったけのモンドの名刺が。おいおい、こいつ悟られか。こてきれ、心の声がダダ漏れだぞ。ああ、いや、仕入れと言ったんです。仕入れね。お腹が空いていたのですね。私の不手際でした。もっと早くにしていればお会いした時にパンケーキを分けてあげられたのですが。よし、仕掛かりに出かけるぞ。そこに行きましょう。ご注意くださいよ。風神のご加護があらんこと。昼間から酒を飲んでじゃないよ。おいで分けれ。すごく、あ、仕掛かりって見せた。香ばしい匂いです。ロロ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 ロ。アロイス様は獣肉と鶏肉どちらがお好みでしょう。正直どっちでも好みでいいんですか。これじゃまるで。ご安心ください、これはお客様の最初で最後の食事。粗末にするわけではありません。最初で最後。ノエルよ、貴様も成長したではないか。どうやらこれがお前の人生最後の食事となるようだぞ。ただの接待ってことでいいんですよね。どうかな。なあノエルよ、後ろでワンコが特別に用意したもの。最後の食事。そうだ、
そういうことで食べた後はギロチン台に行こうか。栄光の風はどうでしょう。栄光の風、最後は記念として忘れられない思い出の品をアロイス様にお送りしたいと思います。ノエルよ。いや、やっと終わりですか。あれ、記念とは。貴様が今日死ぬ記念だ。アロイス死亡記念日だ。察しの悪いやつめ。はい、ノエル、あなたが欲しがっていたものです。ありがとうございます、マジョリー様。アロイス様、これをお受け取りください。何を頼んだ。ありがとうございます。この木彫りは大切に。 あれ、これはセピュロス騎士団の騎将。セピュロス騎士団メイドのノエル、モンドを代表しセピュロス騎士団と共にあなた様を歓迎いたします。あなたはメイドでは。おやおや、言ってなかったかな。セピュロス騎士団の人だったんですか。あれ、最初に言ったよ。あれ、この贈り物が。言ってませんでしたっけ。特別に用意したものだ。貴様の死亡記念日にな。警告だったんですね。バレてしまった。しょうがない。この程度のものしか。それでも深く思い出に残るモンドの旅であったことを祈ります。では一緒にセピロス騎士団に行きましょう。お前はどういうつもりでこいつに渡したんだ。手続きを。大丈夫です。ノエルの思考が読めない。どこに落としたのか思い出しました。おやおや、それで逃がさないよ。騎士団に行って回収任務の手続きを。逃げられると思っているのか。何も危険はないので自分で取ってきます。ほう、危険な魔物がいるんじゃなかったかな。しかし凶暴な魔物がいるのでは。なあノエルよ、あなた様の安全のためにセピロス騎士を護衛としてつける必要があります。よ、え、よし、私が行こう。え、先輩自ら護衛されるのですか。私が彼を護衛しよう。確かに安心できますが、アロイス様のことはお任せしますね。私に任せておけ。彼は無事に送り届けよう。あの世にな。アロイスくん。そろそろいいかな。私の人生のことを言ってるんですか。もう周りには誰もいないぞ。私には持ってこいってことですか。わからない人には言ってもわからない。ゲス様、お許しを。どうか落ちよ。やっと二人っきりになれたね。全部話します。ほう、この後に及んで命乞いとな。ダンデライオン氏を偽装して店の先を売ろうと言ったな。罪を認めたな。初めからあなたたちに見透かされていたなんて。私の心眼を持ってすれば。私はまだ何もやってません。おいおい、まだ何もやっていなければ全て許されると思っているのか。死罪とかに。死罪ませんよ、ね、甘い。もしかして罪に問えないから逆に。城内で泳がせてから化けを食らった。死罪よりも苦しい罰をお前に。もう言っていいよ。え、どうなってんだよ。殺させろ、こいつは。殺させろ。もう言っていいよ。ご勘弁を。私言っても。もうモンド城に悪さをしないで。はい、もちろん。メイドさんとあなたがいれば誰もモンドに手なんて出せませんよ。心を入れ替えたらまたおいで。わかりました。とでも言うと思ったか。死ねえ。お帰りなさい。ただいま。あれ、アロイス様はどちらに。もう帰ったよ。え、もうモンドを離れたのですか。どうして急に。まだあの方に宿の予約や酒商の紹介をしていませんのに。その必要はないぞ。もしかして。もうこの世にいないから。私どこかで客人にご無礼を。モンドに対して悪い印象を与えてしまったのでは。もうあいつの話をするのはやめよう。きっとそれで気分を返して。自分を責めるんじゃない。こんな些細なことすらできないのですね。悪巧みをしていたから追い出した。この世界からね。そうだったのですね。私はやはり未熟です。そうだな。肝心な時は栄誉騎士様に頼りきりで。たまには自分の手を汚すのも必要だぞ。こんなことでは本物のセピロス騎士。まだまだ立派なアサシンにはなれないな。まだまだ先ですね。そのままでは。終わった。拒まれた行為、全てのおもてなしが完璧な結果を生むわけではない。
アロイスは死んだ。これにて一件落着。エンディングはあと4つもあるのか。こりゃ大変だ。